平野の仕様にアイドル論、サブスク、遺跡を語らせ、黒詐欺が意味深すぎ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キングプリンスへの平野市を、岸優太、神宮寺ユ太タの3人が来年5月22日をもってグループを脱退し、いずれも来年中に事務所も退所する以降を発表した衝撃のニュースが未だを引いている中、現在放送中の t b s 系金曜ドラマ、黒詐欺における主演の平野のセリフが、意味深と一部で注目が集まっている。詐欺師を騙す。 詐欺師が主人公の、黒詐欺、はかつて山下智久主演で2006年にドラマ化2008年に映画化もされた同名漫画が原作で今回は2度目の実写化。 原作は2003年から2008年まで、週刊ヤングサンデー、小学館に連載された後、シンクロサギ、クロサギ再起動などの形で連載が続いており、2022年の日本を舞台にしたこのドラマ、クロサギ、令和版は、当時まだ原作が完結していなかった山下版とは違い、シンクロサギなどの設定やエピソードも反映されている。 しかし、平野のセリフが意味深というのはどういうことか。10月28日放送の第2話はアイドルに合わせるとして金を騙し取る出会い工作詐欺が話のメインでした。被害者女性が死活について熱心に語る場面もありましたが、その女性に対して主人公黒崎が、ファンの思いはアイドル側に一生伝わらないと断言しつつ、すごいことじゃん。 その人が幸せになれば自分も幸せになる。そんな存在がいるなんて、と死活を肯定。さらに、アイドルはファンの幸せのために頑張っている、というアイドル論まで飛び出し、これをトップアイドルの平野さんに言わせるか、と話題になったのですが、11月4日に平野さんの脱退退場予定が発表されたため、 先週の黒崎のセリフ、改めてえぐられる、ティアラ、キングプリンスファンの思い伝わっていなかったのかな、といった声や、あのセリフどういう感情で言ったのなどと平野さんの心情を思んばかる人もいました。ね、女性識者。脱退退場発表の直前に放送された第三話も、ある部分が現実とリンクするようだったという。 この回では知的財産詐欺が扱われ黒崎は音楽出版社の代表を装って悪どい詐欺師を見事騙したのですがその際自分が多くのアーティストの現番権を保有していると、最新やサブスクで海外も含めて展開しようと思っているんですと説明。ジャニーズといえば、 キングプリンスを含めほとんどの楽曲がデジタル配信されていない状況のため、ジャニーズにサブスクの説明させるの、ちょっと皮肉っぽい、といった反応も。そしてこの第三話放送後にあの発表があったわけですが、平野さんは脱退退場理由に海外進出をめぐる意見の相違を挙げていました。くしくも、黒詐欺で黒先は、 権利を持っている楽曲の海外展開について相談していたわけで、従前とはいえちょっとゾッとしましたよ。どうこうなると第四話も気になるところだが、話のつかみとしてヘッドハンティング詐欺が登場。その説明としてスカウト、優秀な人材を引っこ抜く遺跡といったワードが黒崎の口から飛び出しました。平野さんの退場をめぐっては、平野さんの母親が、 本人は歌や踊りが好きなので、今後も何かしら表舞台には立つと思う、と、週刊文春、文芸春秋の取材に対して話したとされており、ジャニーズを離れて再出発するものと見られています。特に直前には滝沢秀明元副社長の突然の退任発表もあったので滝沢さんから声をかけられているとの憶測も広がってますから、どう さすがに、ここまで来たるとこじつけのようにも思えるが、そうとも言えない証言もあるようだ。原作で作画を担当する黒丸氏が平野の発表の、翌朝からくてもう黒詐欺見れないと思う方もいる、かも。その気持ちも想像できます。と、ファンの心情を思うんばかりつつ、私は、今後の展開も、結末も知ってるので、米印原作のですが、言えるんですが、なんというか、 ものすごいシンクロ率なんですよ、とツイート。きっと何か受け取れる信じられる希望を持てるドラマになると思います。ひょっとしたら、ほら伝説のドラマになっちゃう、かもなんて、ねと続けておりドラマの内容が平野本人と重なって見えるようなものになることは十分にありえますどう。山下版に続いて、ジャニーズ解除者が主演となったドラマ、クロサギ。 果たして平野版はどのような結末を迎えるのだろうか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。